皆さんこんばんは。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今日はずっとお待たせしていたスターバックスのアルバイトの面接必勝法についてお話ししたいと思います。まずは前回出したこちらのスターバックスでアルバイトしていた経験をお話しした動画があるんですけど、すごくたくさんの方が見てくださってコメントをしてくださったり、この動画を見てアルバイトに応募してくださった方がたくさんいて、とても嬉しかったです。ありがとうございます。その時にたくさんコメントをいただいたのですが、中でも面接についての不安の声だったりとか、どういったことを意識すればよいですかといった質問が多かったので、今日はスターバックスの面接についての動画を撮っていきたいと思います。この動画が2ヶ月前くらいに作った動画なので、ずっとお待たせしてしまってごめんなさい。今日はたっぷりとお話ししていこうと思います。まず動画のタイトルにもなっている通り、私はスターバックスのアルバイトの面接2回落ちています。正確には面接に落ちたのは1回なんですけど、採用をもらった店舗が3店舗目、応募して3店舗目だったので、実質2店舗落ちていることになります。まずそこについて話していこうと思うんですけど、その前に私が3年間スターバックスでアルバイトをしていたことだったり、アルバイトをしていて良かったこと、また大変だったことを前回の動画でたくさんお話ししているので、そちらもぜひご覧ください。今日は面接の必勝法を3つに分けて紹介しようと思うんですけど、まず早速1つ目が、これが1つ目に来るのが正しいかどうかはわからないんですけど、私が大切だなと思うことは、1回落ちたからといって諦めないということが大切だと思っています。実際に動画のタイトルにもあるように、私は2店舗不合格になって3店舗目で採用をいただきました。1回落ちてしまうと、自分ってスターバックスで働くのに向いていないんじゃないかだったり、適性がないんじゃないかっていう風に、こう自分が悪いんじゃないかって思ってしまうと思いますし、自分も当時は思っていたのですが、いざ振り返ってみるとそれだけではないなという風に思っています。例えば私が1店舗目に受けたところは、大学1年生の春に応募したので、まだその時は大学の履修が組めなくて、何曜日に入れるかっていうことが全く分からなかったので、応募はしたんですけど、その面接の日程っていうのを、こう店舗から指定されている日付の一番最後の日にしたんですね。なので応募してから多分1ヶ月後ぐらいの面接の日程にしてしまったんですけど、今振り返ってみると、その1ヶ月の間に何人も何人も面接をして、そこでいい子が取りたい人数集まってしまえば、その後の子っていうのはぶっちゃけ良くても悪くても採用しなくてもいいってことになると思うんですね。なので実際に私の面接の時もあまり雰囲気が良くなかったりとか、面接をしていてもこっちがすごく不安になってしまうような感じで、今考えるともう人数は足りていたのかなというふうに思っています。その後2店舗目に応募したのですが、こちらは面接をしないで落ちてしまいました。というのも、こちらの店舗は学生に人気だったみたいで、スターバックスのアルバイトの採用はまず書類選考というか、まあ、簡単に入れる曜日とどんなことを頑張りたいかっていうのを本当に簡単に書いて送るっていうのがまず初期段階なんですけど、その時に応募者が多数のため面接には呼ぶことができませんみたいな形のメールが来たことを覚えています。その時はやっぱり自分のデータとしても、この子は1回前の店舗で落ちてるなっていうデータもあったと思いますし、そういったことも含めて面接には行けなかった、あとは募集がかかった時から少し遅れて応募してしまったのもあるので、こう先着で埋まってしまったのかなっていうふうに考えています。そして自分が実際に3年間働いていた都内のスターバックス、3店舗目に応募したスターバックスで採用いただきました。その時までは本当に次も落ちたら本当に自分はスターバックスで働くことができないんじゃないかってことだったり、諦
めた方がいいんじゃないかっていうふうに思っていたのですが、そこのお店の店長さんの雰囲気っていうのがとても良くて、この店舗で本当に良かったなというふうに今でも思っています。そんな私から言える一つ目のアドバイスは、やはり一度や二度落ちてしまっても諦めず応募し続けてほしいということです。原因は自分ではなく、その時期であったり、その店舗と合わなかっただけかもしれないので、自分がいいなと思う店舗だったり、まだ働きたいという気持ちが強くあるならば、いろいろな店舗に応募することをおすすめします。実際に自分もスターバックスに入社して遅れを取ることもなかったですし、同期に比べて早いタイミングでバイトリーダーになることができたので、やはり適性がなかったっていうわけでは、まあ、なかったのかなっていうふうに自分ではポジティブに捉えています。参考にしてみてください。2つ目のアドバイスは、こちらもコメントが多かったのが、大学2年生、3年生は面接に受かりにくいですか？というコメントが結構多く来ていました。私の経験からすると、やはり一番受かりやすいのは1年生です。なぜなら、スターバックスは皆さんご存知の通り覚えることがすごく多いので、1年生からずっと働いて4年生まで働ける子を採用した方がスターバックス側も嬉しいというのがあると思います。しかし自分の働いていた店舗でも2年生から採用された子だったり、友達でも3年生から働き始めた子もいるので、働ける可能性がゼロではないと思います。そこで自分が感じている 2,3 年生が受かりやすい傾向があるなという店舗が自分の中であるので、それをお伝えすると、 2,3 年生はオープニングの店舗に応募することをおすすめします。オープニングというのは、これからオープンする予定のお店だったり、あとは最近オープンしたというお店なのですが、そういったお店では学年のばらつきがあって、まだまだ足りない学年だったり、学生が欲しいっていう店舗が多いので、そういった店舗では意外と2年生や3年生で採用している店舗が多いなというイメージがあります。もしお家の近くだったり学校の近くにオープニングの店舗がありましたら、そういったお店に応募することをおすすめします。これはあくまでも一個人の意見で、何かこうスターバックスから公式に発表されているものでもないので、あくまでも参考程度に聞いてくれると嬉しいです。アドバイスの3つ目は、面接前には必ずその店舗に足を運んでほしいということです。実際に自分が面接をした時も、全て面接の前に店舗に足を運びました。皆さんももう感じていると思うんですけど、スターバックスの店舗は一つとして同じ作りのものはないですし、同じ雰囲気でもないと思っています。例えばオフィス街にある店舗でしたら、朝コーヒーを買ってくださるお客様がたくさん来るので、明るい接客というよりもテキパキした接客が求められますし、逆にレジャー施設や観光地のようなところの近くにあるスターバックスでは、親しみやすさ、笑顔などが大切になってくると思います。立地はもちろん店長さんによって目指すお店像が違うと思っているので、実際に自分が足を運んでみて、このお店いいなと思った店舗に応募することをおすすめします。また面接前にお店に足を運んだ方がいい理由としては、やはり面接でこのお店に来たことはありますか？だったり、このお店に来て感じたことは何かありますか？という質問が結構されると思うので、そういった質問の対策にもなると思います。実際に足を運んでお客様として利用することによって、自分はこんなことをされたからこういうことをしてみたいんですと自分の言葉で伝えることで、店長さんにも自分のやる気を伝えることができると思います。はい、ということで本日は面接のアドバイスを3つお話ししました。あくまでも自分の経験談からにはなってしまうので、参考になるかはわからないのですが、これから面接を控えている方や、スターバックスのアルバイトを受けてみようかなと迷っている方の参考になると嬉しいです。では最後まで見てくださってありがとうございます。コメント欄ではスターバックスに関しての質問や動画のリクエストなどを募集しています。前回の動画で、私はブラックエプロンという黒いエプロンを着て働いていましたというお話をした際に、
ブラックエプロンについてのお話をしてほしいといったコメントもいただきました。ありがとうございます。いつになってしまうかわからないのですが、待っていてくださると嬉しいです。他にも気になっていることや心配なことがありましたら、ぜひコメントに書いてください。では最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。